通りつかまつる。お待たせいたしました、カンナギ。どうした？俺様がいるのがそんなに不思議か？申し訳ありません。河原町に今日の予定を話したところ、同行したいというもので。カンナギに初めて烏丸通りを案内するんだろう。俺様もリーダーの仕事ぶりを見せてもらおうと思ってな。と、このような事情で連れてまいりました。本日は烏丸通りの通り神にして南北組のリーダーである私、烏丸と、サブリーダーである河原町がお供をしてやろう。心よく了承をいただきありがとうございます。よし、カンナギもやってきたな。そう慌てずともよろしいですよ。私たちも今参上したところです。さあ行くぞ、カンナギ、カラスマ。今日は俺様が河原町通りを案内してやろう。うん、待ってください、河原町。なんだ急に袖を引くな。申し訳ありません。しかしまずはカンナギに自己紹介だけでもした方が良いかと。そうか、俺様の名ぐらい知っているだろう。まあいい、改めて名乗ってやる。48、49、50、あと10回。河原町、腕立て伏せが心身を鍛える修行になるのですか？なるとも。こうして己を追い込むことで確実に精神が強くなるんだ。58、59、60、終了。いい汗をかいた。お疲れ様です。カラスマも一緒にどうだ？この都の鴨川沿いなら人を避ける必要もなく、思う存分筋トレに励めるぞ。ありがたい申し出ですが。はんなり京都お通り男子ドラマ CD 烏丸河原町編好評発売中。